ハロウィン。ハロウィン、ヘライン。正しい発音は、ヘロウィンは、ドイツハンブルク出身のパワーメタルバインド。ジャーマンメロディックスピードメタルのサウンドとイメージを作り上げた先駆者として知られる。以来、同国の代表的 HR、HMK グループとして定着し、後に、ハロウィン以外の様々なバンド、プロジェクトでも活躍する海浜線や、 マイケル・キスクラのドイツ人実力者を輩出した。バンド名は、当時メンバーだったインゴ・シュビヒテンバーグ、個人が1978年制作のアメリカ映画、ハロウィンから撮ったもの。スペルを、ハロウィンではなく、ヘラインにしたのは、メタルっぽく、ヘル、地獄を入れようとベーシストのマーカス・グロスコフが、提案したからだという。ボーカリスト別に大きく3期に分類できる。 当初のボーカルは、ギタリストのカイハン半戦であったが、その後、マイケル・キスクの加入により高い評価を得るようになる。その後、ハンセン、キスクの脱退、さらに、メンバーチェンジを繰り返し現在に至る。ハロウィンの前身は1978年に、カイハン半戦、ボーカルギターとピート・シールク、ギターがハンブルクで結成したジェントリーというバンド。 1981年にセカンドヘルへ改名し、インゴ・シュビヒテンバーグ、ドラム、マーカス・グロスコフ、ベースが加入したが、エンジニアになるために、シールクが脱退。今度は、アイアンフィストに改名した。1982年、ギタリストのマイケル・バイカートは、自分のバンド、パワーフールに、ハンセンを誘うが、結局バイカートが、アイアンフィストへ加入した。 前述の経緯でヘラインにバンド名が確定し、1984年にノイズレコードのコンピレーションアルバムにエルンスト・オブ・ライフ・メタル・インベイダースの2曲で参加。このアルバムには同じハンブルクのバンドで当時ハロウィンよりビッグとみなされていたランニングワイルドも参加していた。同年ノイズレコードと正式に契約。1985年2月ミニアルバム ヘラインでデビュー。ランニングワイルド等の地元バンドとの競争が激しかったハンブルクにバンドの存在を知らしめた。同年12月に発売された初のフルレンスアルバム、ウォルズ・オブ・ジェリコは、ドイツ国内での総売り上げは約11万枚を超え、スコーピオンズと並ぶヒットとなった。国内のみならず海外の各音楽雑誌等にも取り上げられ、スピードメタルとして高い評価を得る。だが、 バイカーとはメロディアスさに欠けるスピードメタルというジャンルに自分たちの音楽性を当てはめられることを不満に感じていた。1986年9月リリースのシングルジューダスを最後に4人編成時代は終了する。当時でいうところのメロディックスラッシュメタルのゴリゴリとした凶暴なサウンドのギターリフと疾走するドラムが最大の特徴であった。それに加えて ハンセンがギターを弾きながら、魔女のような歌声と、ハイトーンシャウトで歌うスタイルが乗せられ、ポピュラーさよりも、パワフルさ重視の典型的なヘビメタル楽曲が揃う、異なった。これが、パワーメタル、メロディックスピードメタルの創始という説で定着している。楽曲制作は、ハンセンとバイカートの二人によって手掛けられる。実質的に、サウンドスタイルは、 バイカートよりも多数の曲を書いているハンセンの意向が多く反映されているため、ブラックサバス、ジューダス・プリースト、アクセプト、メタリカなどの先輩バンドに影響を受けたような雰囲気が漂っている。実際にアレンジと歌詞だけ変えたような似ている楽曲もいくつかあり、このことが現状路線を続けたいハンセンと多様性を求めるバイカートとが決別する演員となった。 だが、当時の二人は友人であったのは事実で、いくつか難しい状況に陥ったこともあるが、後の問題に比べれば大したことではなかったという。当時は、バンドのマスコットに、ファングフェイスというマントをまとった、醜悪な顔をした男を、ジャケットイラストやライブで登場させていた。その後、バイカートがこのファングフェイスが、アイアンメイデンの真似をしている、デザインが、 アイアンメイデンのマスコットキャラであるエリと告示しているという理由で嫌いになったた、ウォルズ・オブ・ジェリコのジャケットイラスト以降使用していない。代わりにカボチャをデフォルメしたキャラクターがジューダス以降現れることになり、こちらは現在まで多くのジャケットやライブに登場している。ノイズレコードとの契約をバイカーとは最低最悪だったといい、契約しなければ1989年のハンセンの 合体も起こらず、コマーシャル性を全面に打ち出した1993年リリースのアルバム、チャミリアンを作ることもなかったと批判している。ギターをプレイしながら、メインボーカルを取るというスタンスに限界を感じていた、ハンセンの強い要望により、ボーカル探しが行われ、マイケル・キスクが加入。キスクの加入により、よりポップなエッセンスも注入されることとなる。 バイカートの作曲する美しいメロディに乗せて、キスクの声量豊かな、突き抜けるハイトーンボーカルがこだまする、イーグルフライフリーに見られるような、カイト・バイカートのツインリードによる流麗で重厚な、ギターソロ、ツーバスドラムによる、疾走感のある曲を特徴とするが、ヘビな曲や、ドクター・スタインとコミカルな曲もある。中でも1987年のセカンド、キーパー・オブ・ザ・セブン、 キーズパート1、放題、守護神伝第一章マイナス。翌1988年のサード、キーパーフセブン、キーズパート2、放題、守護神伝第二章マイナスの2枚のアルバムは、世界中で大ヒットし、ジャーマンメタルバンドとしてのハロウィーンの名を広げた。この人気に高応する形で、海外ツアーも積極的にこなし、来日ツアーも行っている。 この2枚のアルバムは当初は1枚のアルバムに収録されるはずだったものが予算やその他の関係により2枚に分割されて発売されたものである。地元メディアからはスコーピオンズ、アクセプトに次ぐつ材と評され上記のようにレコードが大ヒットシツアーの数もこなすなどバンドは事実上いわゆる黄金期を迎えており一見すればフーマンパンのように見えるがバイカートは後に 当時のマネージメントは非常に過酷なものであったと語っており、特に開発船は周囲にツアーの回数を減らしたいと漏らしてしまう方に精神的にも疲弊していた。そうした状況の中で生まれた楽曲が I want out であったと後のインタビューで語っている。そういった不安定な状況の中でメンバー間での中にも徐々にひねれが生じ始め、さらには 大半戦が健康上の問題を抱えるようになり、1989年1月1日に、半戦は脱退する。公認に、ローランド・グラッポーを迎え、レコード会社を、ノイズ・レコードから EMI に移籍、マネージメント会社もアイアン・メイデンが所属している。サンクチュアリに変更して作成したホースアルバ、ピンク・バブルズ・ゴーエップだが、 1991年3月のリリース直前に全所属レコード会社のノイズレコードから裁判を起こされ、イギリス以外では発売中止となり、バンド活動も禁止となる。1年後の1992年には無事裁判の決着がつき、イギリス以外でもアルバムがリリースされ、バンド活動も行えるようになった。しかしハンセンが脱退したことで、キスクのバンド内の発言力が大きくなり、 ポップメダル路線が強調されたピンクバブルズゴーエープ。1993年にはキーパーからかけ離れた音楽性をもアルバムカメレオンを発表。この当時のバーン、シでのインタビューではキスク、バイカートが紙面に登場することが多かったが、ハンセンを勝手にバンドを去った俺たちをお切りにしたと不仲を強調する発言が見受けられた。その後、インゴの負傷もあり、 キスクとバイカートの中もだんだんと亀裂が深まり、次第に亀裂が決定的なものになり、キスク、インゴは事実上解雇に等しい脱退を余儀なくされ、バンドを去ってしまった。ちなみに93年の来日公演の際、すでに重症だったインゴに代わり、リッチー・アビデルナビがサポートで参加。その直前の欧州ツアーで、マーカスが1週間ほど休暇を取り、 代行として元マスタープランのヤン・エッカートが参加している。1994年、元ガンマ・レイのドラマー、ウリカッシュとピンク・クリーム69のボーカリストだったアンディ・デリスが加入。ハンセンのようなワイルドかつスクリームな歌声、キスクのような美しい穏やかな歌声、両方をこなせる歌唱力を持ち、自身作曲のポップセンスあふれる楽曲はバイカートたちと並んで、 バンドの柱となる。同時に、バンドの音楽性も、キーパー路線のパワーメタルに回帰、人気が低迷していたバンドは同年発表の、マスター・オブ・ザ・リングスで、復活を果たす。道路線の作品、ザ・タイム・オブ・ザ・オース、1996年も好評。バンドの基本的なアイデンティティを保ちながら、よりヘビなスタイルに挑戦した、ベター・ザ・ロー、1998年も、 高セールスを記録する。バンドは、長年ハロウィンのプロデュースに携わっていた、トミー・ハンセンに代わり、新たにアングラ等のプロデュースに関わったチャーリー、バウア・ファイントを迎えて、新作のレコーディングにいることを発表する。一方でマネージメント側はハロウィンを自作で再び、北米マーケットに進出させたい思惑があったため、ブルース・ディッキンソンや、 ハルフォードのプロデュースの手腕を買われたイゼットの起用を提案したことで、プロデューサー二人体制という異例の形でレコーディングを開始することになった。また、この頃に、グラポーがハロウィンの音楽性に異議を唱えることがあったために、バイカートとの仲が険悪になっており、2000年発表のアルバムザ・ダークライドは、そうした混乱した状況で制作された上、 それまでのハロウィン路線からの脱却を図ったアルバムタイトル通りダークで重苦しい内容であった。バイカートは制作当時メンバーの中でダークライドの音楽性に反対していたのは自分一人だけだったが特にバンドをそういった方向性に推し進めようとしていたのがグラポーと歌詞だったといいまた二人がハロウィンより自身のプロジェクト 後のマスタープランの活動を優先していたことが、バイカートとマーカス・グロスコフの反感を買うことになる。ツアー後に、グラポート・カッシュがバンドとマネージメント側に話を通さずに、プロジェクトの準備に入ったことにバイカートが、激怒シ子のことが、決定だとなり、グラポート・カッシュはハロウィンを買いこれる。グラポート・カッシュの脱退後、バイカートは、当初、新しいギタリストに、長年の付き合いがある。 ガンマレイの変容、リヒターの加入を求めていたが、変容がガンマレイの活動に専念したい意思があったことや、現状でバンド活動をしている人物に声をかけたことに対する周りの批判もあったために断念し、プロデューサーのチャーリーはアウーファイントの紹介で、元、フリーダム、コールのサシャ・ゲルストナーが、新ギタリストとして加入しする。ドラマーは、マーク・クロスの加入が発表されたものの、 イービフ感染による重病を患い、ラビットドントカム EG のレコーディングに参加できず、そのまま脱退し、ミッキー・ディー、モーターヘッドがサポート参加した後、レコーディング後に、元ランニングワイルド、UDO のステファン・シュバルツマンが加入する。前作から引き続きプロデューサーに、チャーリー・バウア・ファインと起用し、また、ハロウィンとしての本来のアイデンティティを取り戻すことを、コンセプトに2003年に、 ラベト団、ティーカムイージーを発表する。また、チャーリーは、以後もハロウィーンのプロデューサーとして関わっていくことになる。2004年にシュバルツマンが、ハロウィーンの音楽性と自身のプレイスタイルの違いを、理由に脱退し、公認にダに、ルブレを迎えて制作された2005年発表の、キーパーオブザ・シベン・キース、ザ・レガシー、放題、守護神伝新章マイナスは、 ベストメンバーによる集大成といった趣きで、キャッチーで、メロディアスな疾走曲や10分を超える大作、バラードなど、盛りだくさんな内容となっている。2007年5月11日より、ニューアルバム、ガンボリング・ h e Devil のレコーディングを、アンディ・デリスのミス・エーニョ・スタジオで開始し、10月24日に発売。このアルバムからの先行シングル、アズ・ロング・アズ。 アイホールは9月27日に発売された。また、同年11月から始まる、同アルバムをプロモートするための世界ツアーは、ヘリッシュロック2007、2008ヘライン、ベリースペシャルゲスト、ガンマレイと題され、同時期に、新アルバム、ラントオブザ・フリー2をリリース予定で、初期メンバーの海安戦が率いる、ガンマレイとのカップリングツアーとなり、歴史的ツアーとして注目された。 日本には2008年2月8日の福岡公演を川切りに広島や東京など6公演が行われた。また、ハードロック、ヘビメタル専門雑誌バーン、11月号の表紙にもアンデとハンセンが取り上げられ、関東特集で2人へのインタビューが組まれた。2010年10月、アルバム、ナナシナーズを発表。翌年2月にストラトバリウスとの ダブルヘッドライナーツアーでの来日公演を行った。2012年10月に来日し、日本の HR、HM フェス、ラウドパーク12にて、ラウドパークの初出演を果たした。2013年1月には、アルバム、ストレートアウトオブヘルを発表。ガンマレイと共に前回から5年ぶり、2度目のヘリッシュロックツアーにて、カップリングツアーを行い、日本では、 同年6月来日公演が実現された。2015年5月、アルバム、マイゴトギブンライトを発表。同年10月に、ラウドパーク15にて、3年ぶりにラウドパークへ出演。また、同月31日、バンド結成30周年を記念して、ヘルブックを伸した。2016年9月、同年6月に予定されていた。 アマランスとのダブルヘッドライナーでの来日ツアーの振り替え公演が行われた。同年11月には、翌年秋からスタートのパンプキンズユナイテッドツアーと題されたワールドツアーにて、以前、ヘリッシュロックで再共演した海運船の他に、マイケル・キスクの客演が決定し、キスクは1993年のたった以来、24年ぶりにハロウィンのオリジナルメンバーである、 バイカートとクロスコフトの再共演に、現、ラインナップメンバーであるデリスとゲルストナー、ルブレとの初共演の実現が発表された。また、ワールドツアー開催とともに、ハンセンとキスクも参加した新曲の配信が開始された。リユニオンのラインナップで、ワールドツアーを開始し、来年度に配信曲のシングルリリースを発表、日のみ。そして、2018年3月。 ワールドツアーに伴うジャパンツアーも実施し、来日を果たした。海半戦がハロウィンを脱退後に結成した、ガンマレートは長年にわたり、表だったコンタクトがなかったため、そのことがカイト・マイケル・バイカートとの不仲が噂される理由の一つとなっている。実際は、お互い同じスタジオをシェアしていたこともあり両う、メンバー同士で食事をするなどプライベートでのバンド間の交流はあったといい。 あえて距離を置いていた理由は、お互いのキャリアがどうされることを避けるためであったとカイと、バイカートは雑誌のインタビューで答えていた。また、ハロウィンがガンマレイとのジョイントツアーを試行した際、最初にジョイントの案を持ちかけたのは、カイの方であった。バイカートは、ガンマレイがサイノオムアのレコーディングをしている時期に、スタジオに遊びに行っており、またウリカッシュのことを知ったのもこの頃であった。 ウリがハロウィンへの加入が決定した際、アンディ・デリスは、当時まだ無名であった彼の加入に対して、疑問を抱いていたという。かつて在籍していたローランド・グラポート、ウリ・カッシュが解雇される前、ホテルで、マイケル・バイカートとマーカス・グロスコフ、そしてローランド・グラポート、ウリ・カッシュは、殺し合い寸前の喧嘩をしたと、アンディ・デリスが雑誌で答えている。ちなみにアンディはその時、 体調不良のため喧嘩に参加していないが、直後にアンディの寝室に飛び込んできたマーカスに、ローランドとウリとはもう一緒にバンド活動をしたくない、胸を告げれたという。ダニール・ブレは、アンディ・デリスの嫁が、ダニーのファンで、それがきっかけで加入した。2005年に、現ラインナップが揃って、以降、アンディ・デリス以外のメンバーが、 全員 185cm から 190cm 以上の長身揃いのバンドとなった。アンディデリスも、セン 178cm と 180cm 近い身長があるにもかかわらず、他の弦楽機体がの並み長身のためステージでは、アンディデリスが小柄に見えるという現象が起きている。また、元メンバーであり、 現在は、マイケル・キスクと共に活動をしている海半線自身も175センチメートルあるものの他のメンバーたちと比べるとやはり小柄に見えている。このコーデは日本で発売された日付で表記する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。